階段アミーゴ。脅威というか何かに取り憑かれた時って、うん、まあ、いろんなパターンあるじゃないですか、うんうん、意識が完全なくなってたっていうパターンもあれば、はいはい、意識はあるんですけど、うん、なんか自分じゃないような感覚になってるっていうのもあって、うんうん、でちょっと短い話なんですけど、はい、一個ちょっと思い出した話がありまして、はい、あのこれですね、僕の、まあ、この知り合いの、まあ、DJ やってる男性の方から聞いたんですけど、うんうん、その男性の方が小学校の時に地元が長野県のある場所なんですよ、その彼が、ね、住んでて、まあ、家族と暮らしてたんですけど、冬の日にすごい猛吹雪の日だったらしいんですけど、夜家族でご飯を食べて、で夜の8時ぐらいですかね、それ一戸建ての2階建ての家だったらしいんですけど、お母さんが、まあ、なんか2階に上がっていったらしいんですよ。で、まあ、当然2階も部屋あるんでね、あのお母さんなんかしてるのかなと思ったら、お母さん全然降りてこないらしいんです。でなんか気になって2階に上がってみたらそうなんですよね、その彼。で階段上がって、階段がちょうどこう L 字型に折れてるような感じタイプでですね、上がって踊り場を左に曲がって上がって2階の廊下で見たら、2階の廊下1本スーッと伸びてて、でガラスがあるんですよ、またガラス。その前にお母さんがガラスの方を向いて立ってるらしいんですよね。で直立で立っていて、あれお母さん何してんのって言おうとしてお母さん見たら、お母さんずっとカーテン開けた状態で外見てるんですよ。で外猛吹雪なんですよね。でお母さんが小さい声で何か言ってるんですよ。で何だろうって言ったら、こっちよって言ってるんですよね。でお母さん見たら顔が、まあ、さっきの山さんの話近いんですけど、そのお母さん顔見たらですね、顔が全く別人に見えたんです。えっと思って、お母さんって言ったら、お母さん窓ガラスの向こうってこっちよこっちって言ってるんですよ。で彼気になって窓ガラスふっと見たら、そのガラスの向こう外側に女が立ってて、こっちじーっと見てたんですよね、猛吹雪の中。そして彼びっくりして、お母さんってお母さんの腕掴んだら、お母さんがふっと我に返って、で何って言ってまたガラスの向こう見たら、まあ、何も誰もいなくて、まあ、吹雪が続いてたっていうのを見たらしいんですよね。でその時はお母さんあんまり覚えてなかったそうなんですよ。で、まあ、あの女何だったんだろうと思ったんですけど、彼怖くてやっぱ言えなかったんですよね、うんうん、そしたら冬が明けて春になって、そしたら、まあ、結構長野って雪かなり積もるんですよね、うんうん、で雪が溶けた後にその家のすぐ目の前の、川があるらしいんですけど、それからあのちょっと上流の方で、女性の方が亡くなっている遺体が発見されたそうなんですよね。だからもしかしたら亡くなった方が自分の居場所を知ってほしくて来たのかなっていうふうに今彼言ってましたね。うわ、世の中には不可解で奇妙な恐怖の体験談があります。ごめんください。スマートフォンを手に取り開いたんですね。はっきりと口を、泊まる予定の宿に着いたんですよ。こちらを見下ろしながら首をこうやってるんですよね、うん、あなたも間違って泊まってしまわぬようお気をつけよう。